Hello, hello, it's me, Edith again. How is everyone doing? We have Watanabe-san. はい、皆様こんにちは、リビングリッシュ始まります。リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と Edith です、がお届けする番組です。Hey, how are you doing? Good. And you? I'm good. I think. ね、なんか今日、チャイニーズニューイヤーなんでしょ? Yes.、ね、It's Lunar New Year. Lunar New Year. Yes. Lunar is just Chinese New Year. It means old. 旧暦。あ、旧暦のね。Yes. Lunar New Year. なるほど。なんか、ね、始まるみたいね。え、広東語で明けましておめでとうって何て言うの?広東語で would be 新年快乐。新年快乐? Yes. I love it when people speak Cantonese. 中国語は? 新年快乐。新年快乐? Yes. あ、なんか新年快乐の方がなんか日本語っぽいね。新年は一緒やもんね。Yes, yes. 新年快乐。It sounds like Japanese, a little bit. でもまあ、But if you want pocket money, usually say 恭喜发财。恭喜发财。Yes. っていうのはなんかお金持って、Yes. 配るの。You have to like you have the red pocket, right? Inside 赤いポケット。あ、ポチ袋で。Yes, yes. お年玉袋。Yes, yes. Yes. なんていうの。Red pocket. なんて言ったらいいの。あげると。You give、うんうん、and then 新年快乐、新年快乐、あ、新年快乐あげましておめでとうって、あ、赤いポチ袋をあげちゃう。If you want it, you will say 恭喜发财。恭喜发财、ちょっと書くわ。This is very important thing because you get money from people. 发财。Yes, 恭喜发财。はい、皆さん恭喜发财って僕言いたいので、お年玉ください。Yes. はい、ということで、今回も最後までお付き合いください。はい、さて今回も始まりました、リビングリッシュ。この番組は国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、いいですのネイティブな英語のリスニング練習もしながら楽しんでください。今回はね、ちょっと中国語もネイティブだからね、楽しんでいただけたらなと思います。ということで本日もゲストに来ていただいております。ですね、枚方のビオルネですね、枚方パートナーシップスからですね、塩田隆之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではね、毎回恒例なんですけども、英語で自己紹介をしてください。はい、My name is 隆之塩田、My hobby is to ride a bike. To ride a bike. はい。Yes, awesome. That's very nice, no? 自転車に乗ること?オートバイ。オートバイ。モーターサイクル。モーターバイク。Yes. モーターバイク。モーターサイクル。何乗ってるの?ミニバイクなんですけど、はい。今ちょっとまたスクーターに凝り始めとって。へー。はい。レースとかやってるの?レースもちょっと出たり出やんかったりぐらいですね。すごいじゃん。面白い、そんな話も聞こうか。まあまあまあ、とりあえずこの番組はですね、はい、いいですが英語で質問をするので、はい、それに対して、まあ、英語もしくはその他の言語、はい、まあ、最悪日本語で答えてくれたらいいんだけど、日本語しかわからないですから、ね、まあまあ、じゃあ日本語で答えてください。はい、はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。 Okay, so where do you want to go in the future? はい、将来どこに海外行ってみたいですか、はい、っていう質問なんだけど。ああ、そうですね、台湾の台北行ってみたいと思ってるんですよ。うんうんうん、なるほど。っていうのも、まあ、台湾では、まあ、冬ならではのあったかいデザートっていうのがすごく人気で、夜市もすごくにぎわってて、まあ、マッサージとか、いろいろリフレッシュできるところが多いと聞いてるので。なるほど。台湾、台北ね。台北ですね。台北に行きたい。冬に行きたい。そうですね。まあまあ、台湾そんな寒くないもんね。It's not that cold in Taiwan, I guess, compared to Japan. いや、日本に比べたら全然暑い。Yes. 日本は寒い。今年はもう特に寒いね。え、それから?それから?それから、そうですね、韓国のピョンチャンに今まさにオリンピックやってるんで、うん、ちょっとオリンピック、東京オリンピック特に好きなんですけど、うん、まあ、今まで実際見たことないんで、うん、はい、見に行きたいなっていう感じで。なるほど、はい、そうか、
じゃあ台湾と韓国すぐ行けるといいね。そうですね。それから韓国のピョンチャンオリンピックなんてもうすぐ行かんと終わるで。今すぐ韓国行ってピーチ乗って行かんと終わるで。Right, it's going to finish very soon. You have to go now, basically. 今すぐ行かないで。仕事休んで。ね、はい、じゃあ続けて続けて。Okay, so do you have any funny story with foreigners? はい、ファニーストーリー。はい。なんか面白い。なんか外国人との面白いエピソードとかストーリーがあれば。ああ、そうですね。高校生の時の同級生でスペイン人の子がいてたんですけど、うんうんうん、まあその子が結構、まあ、覚えなくていい言葉、まあ太っているだの、うん、デブだのいう言葉ばっかり覚えていって、うん、ちょっと先この先大丈夫かなって思ってたんですけど、うんうん、もう卒業する頃にはもう日本人よりももう流暢にペラペラ、はい、喋れるようになってて、まあ最初覚えるのってしょうもないことしか覚えんからねいらん言葉っていうやつまあそういうのをたくさん最初覚えててこいつ大丈夫かと思ったけども、はい、まあまあすぐに、はい、まあ、卒業する頃にはもうペラペラになったと。そうですね、驚くよね。やっぱりね、はい、現地にいると早いよね、覚えるのがね。いいですもん、もう知らん間にもペラペラもんな。You cannot say that, but like because you have the environment, so you can improve very quickly. そうね、うん、もう周りがその環境にこうおればもう喋らざる。You're speaking every day. ね、毎日喋るしね。Yes. なるほど。そうか。じゃあはい、続けて。Okay, so how about any funny experience recently for yourself? ああ、なんか最近の楽しい出来事みたいな、なんか失敗談とかでもいいよ。失敗談、フェリア。そうですね。Like getting drunk 酔っ払ったこととかでもいいよ。なんか話聞いてるよ、上司の人から。そうですね。弊社でやってるレストランで。まあ、試食会に参加させてもらった時に、うん、レストラン3階にあるムーンライトですよね。はい、うんうん、そうですそうです。そこをこう PR しながらやらないと。はい、3階のムーンライトっていうレストランで、うん、まあ試食会の際に結構いっぱいお酒飲んじゃって、うん、まあ、ダウンして、まあ言っても飲まされたよ、悪い上司に。なかなか言われへんな、さすがにそこは。はい。そうか。でどうなった、どうなっちゃったの。まあそれで地べた座り込んで吐いちゃったりとか、あの流し台のところに足乗してたりとか。なるほどなるほど。僕自身は全く覚えてないんですけど。なるほどなるほど。結構めちゃくちゃしてたみたいで。まあ酔っ払うとね。はい、それまた経験やね。そうですね。社会のね、はい、大人になっていく道やね。はい。そうかそうか。まあ今後も気をつけて。酔ったらどうなるの。酔ったらなんかお姉みたいになるって聞いてるんですけど。どんな感じどんな感じ。なんかずっとこの口元とか鼻ずっと触ってお姉みたいな喋り方なってるって言われたんですけど。うんうん、今後もそのキャラで行くの。はい、まあそうですね。はい。じゃあお店で見かけたらちょっと、はい、あの声かけてもらったらいいよね。はい。なるほどなるほど。はい。じゃあ最後なんか行こうか、もう一個。Okay, so was it new for you to get drunk?最近、last month. The first time? うん、初めてじゃないよね。何回もね、酔っ払うのは何回か酔っ払ってるよね。ああ、そうですね、うん、もう。ただ、その社長とか先輩上司と飲んだから緊張してそうになってしまったよね。そうです、そうです。Right. Usually for Japanese, if you guys got drunk, you have red face and red ears.、ね、うん、like him now, basically. 今もそう、酔っ払ってるみたいな顔が赤くて、耳も赤いよ。It got red very quickly. Especially for Japanese, I don't know why. 日本人だけなのかな、赤くなるのって。Yes, it's just like you drink one cup. まあ人によるけどね。One pint, and then it's just got red.、うん、顔ね、赤くなる人ってせこいよね、でもね。酔っ払ってもそんな飲まされへんやん。うん、はい、そうですね。まあまあまあ話はつきませんが、はい、じゃあ後半戦いきましょうか。はい、ですね、エンディングの時間となりました。まずはですね、今回ゲストに来ていただいた、塩田くんより、会社の PR か。あ、はい、うんうん、ぜひお願いします。はい、はい、僕が所属しているお店クレートの紹介させていただきます。うん、はい、平方ビオルネ3階の、うん、
エスカレーター横のところにあるクレートっていうお店なんですけど、木箱の中からアイデアを皆様へお届けするというコンセプトのもとオープンしたセレクトショップです、うん、紳士靴、植物、アウトドア用品等を取り揃えております。サービス面でも、靴磨きだとかレザーケア、植物の植え替えとかもやってるんで、はい、なるほど。僕もね、あのごそっと磨いてもらったことがあるんでね、はい、5足ぐらい持っていったかな。あ、ピカピカになったもんね、はい、うん、ありがとうございます、うん、また持っていきます、はい、僕も今靴磨きの修行中なんで。あ、そうなんだ、はい、ぜひぜひ今度また磨いてください。あ、はい、またお待ちしております、はい、ありがとうございます。まあそんな感じで、じゃあ最後いいです、締めてもらおうか。Okay, if you would like to learn more English, please stay tuned to our program. See you, goodbye! Bye bye! 恭喜发财! 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 あれくれってことで? お年玉くれっていう意味で? Yes, I want money! Bye bye!